腹減ったな。ラーメンでも食うか。これは甘い。クリエイターサポートは AMAI 甘い。はい、ということでね、今回言っていくのはこちら。過去のツイートを言ったら気づくのか、ドッキリー。で、今回レベルになってまして、最後の方がめちゃくちゃ言うの難しくなってます。 GG 強すぎ。この辺はね、言ってる最中に絶対に言えると思うんですが、チーズって美味しいよね。これに関してはこの話題を振るしかないですね。で、初めてビッグマック食べたけどあんまり好きじゃなかった。これもまあいけるね。マックの話すればいいから。で、自販機でジュース買ったらなんか当たって一番高いモンスターもらった。この辺でちょっとんってなるかもしれないんで、ちょっと気をつけていきたいなと。で、おはよう、生活習慣神になりました。これも怪しいですね。おはよう急に言い出すっていうね、これもちょっと難しいんですが頑張ります。で、花粉でもう口しか呼吸できないと。これね、花粉待ってないんですよ今。なのでちょっと怪しいかなと思うんですけど。で、歌ってみた、俺もやってみたいっていうやつなんですけど、俺歌ってみたやってるんですよね。なのでんって、まあ、ちょっと聞いてた場合かなり危ないですねこれ。で、実は今年21歳です。21歳じゃないですね。なので怪しいと。あと最後、ヒカキンさんと喋ったってやばい。ヒカキンさんと喋ってないです今年ね。なのでこれ気をつけていきたいな。バレないと思うんですけどね、ちょバレないように頑張って全部言っていきたいなと思います。早速いってみましょう。いや、僕だよ、アマルだよと。はい、どうも皆さんこんにちは、シンクです。ウェイ。ということで今回もね、シンクくんに来てもらってるんですけど。はい。シンクくん、俺さ、めちゃくちゃこのスキンの子タイプなのよ。え、シエラって言うんだけど。見たことないっす。ない？え、全然ない。めちゃくちゃ可愛くない？え、普通にめっちゃ良くないですか？可愛いよね。俺シンクくんのタイプの女の子知りたいから、スキン変えてもらっていい？もうガチで選んでいいよ。ガチですか？本当にもう本当タイプの子、顔が本当に顔がタイプの子。服装とかも込みでもいいや。オッケーです、オッケーです。あ、会いました。お、何どれ？おい、オッケーなったよ。何やこいつ。バケモンやないかこれ。ちゃうて。もっと可愛いやつ、可愛いやつ。もっと可愛いやつですか。うん、ちゃんと可愛い子にして。もっと可愛い。あ、これ絶対アマルさんも可愛いって言ってますよこれ。何？いや、バケモン。ねえ、プレデターじゃん。消えちゃうよこれで途中。え？消えちゃうよプレデターって、透明になれるから。お、そうだ。え？そうだよ。プレデターってそういう機能ありますよね。そうなんよ。それも知らんやん。顔でけえし、なんかこいつ。違うよ。可愛い子。可愛い子っすか。うん。マジでタイプの子。全然選んでもらって1時間ぐらい待つ。長すぎる。待ってる。マジでタイプの子どれだろう。マジでタイプの子ね。いや、これ結構いいっすね普通に。どれどれ。ああ、こういう子タイプなの。ショートカットみたいな。これなんか明るい感じ、なんか陽気な感じの、あ、元気な子好きっすね割と。はいはい、なるほど。俺こういうね、なんか奇抜な髪みたいな、はいはいはい、派手な子の感じで可愛い子が好き。でも一番タイプの子ほんと顔可愛い子。いや、もう関係ないじゃないですかタイプとか。で、今回この可愛い子にしたじゃん。はい。ってことはだよ、一番男がさ力出る時っていつか分かる？え、分かんないです。好きな子に見られる時だよ。間違いないです。だからこのスキン使ったらどう考えてもピクロ取れる。どう考えてもいけますよこれ。え、だからマジで一本勝負ね。 OK です、 OK です。負けたから取り直しですとかよくあるやつなし。 OK です。で、この説俺マジで唱えていきたくて、はい、シリーズ化したいのね。はいはい、はい、マジで勝たんとダメこれ。 OK です。で、俺強い人を選んでシンク君にしたから、これシリーズ化の一発目シンク君なのね。めちゃくちゃ大役。本当に俺別に悪く言うつもりないんだけど、シンク君のせいでシリーズ化なくなる。やべえ、めちゃくちゃ大役だ。そう、この後ネフライトさん予約したんだけど。やばすぎ。いや、マジで。頼むよ。いや、頑張ります。ネフライトさんの次、リアン君、プリッツ、レジェ君。いや、重すぎて。いや、だから本当頼む頼む、本当に頼む。いや、まあ勝ちます。シンク君マジ上手いの知ってっから。いや、もう余裕っすよ。でもね、やっぱ一番はこんなに可愛い子を倒させるわけいかなくない？男として。そうっすよ。そう、ダメージもらうだけでもう許せない。そうだよ。どこ行く？どこ行きたいですか？俺はマジどこでも行けますよ。俺は一応傷つけさせたくないから敵一番少ないとこ行きたい。ビビってるとかじゃないけど。ここっすね。あ、じゃあここ行こう。よし、行くぞ行くぞ。本当に気合入れてこう。これマジ本当にかかってる。シリーズ化もそうだし、シンク君も本当これ倒せんかったらもう本当に彼女とかはできん一生。やばい、まずい。みんな幻滅するよ。え、シンク君女の子一人守れないんだってなるから。やべえ、勝たないと。シールドあった？あ、ケグ出ましたよ。お、GG 最強だ。ショットガン好きやもんね。ショットガン好きっすね。強いの出たら渡した方がいいか。マジっすか。任せてください。バンバン渡す。強いのちょっと探すかこの辺で。え、あでも金のやつ出た、強すぎ。ん、え、これでもあんま強くないのかな。アンビルロケットランチャーって強くない？いや、ロケランどうすかね。多分まっすぐ飛ばないイメージある。あ、上に行くやつかこれ。そうや、なんか追尾できるやつ。そうだそうだ。シンク君ってさ、好きな食べ物何？好きな食べ物ですか。うん、いや俺焼肉めっちゃ好きなんですよね。うわ、俺ね焼肉うまいとこ知ってるから今度食べ行こう。え、マジ行きたいっす焼肉、うん、いやマジで焼肉好きなんですよね。マジでうまい。でも行きます。行こうぜ。でもさ、チーズって美味しいよね。チーズ美味しいっすね。ね、毎日食ってんもん俺。毎日食べるんですか。でどこだ？あ、いるね。
オッケー。ナイス。被弾なし？ナイス。被弾なし。さすがです。傷つけずに来てます。いやマジでさすが。被弾なしがいっちゃんでかい。俺この間さ、あちょっと待って敵。あれボットボットか。やべ被弾したくね。だ被弾はダメだよ。痛い。被弾したどうしよう。やばい。やばい。やばい。セーフセーフセーフ。今回復したからもう。オッケーオッケーです。俺そういえばさ、こないださ、はい、初めてさビッグマック食べたけど、え、あんまり好きじゃなかったんよね。え、俺もなんか、うん、本当に割とまず今年ぐらいに初めてビッグマック食べて、はいはい、あ、俺もあんま好きじゃなかったんですよね。お、マジで？やっぱなんか、なんか、え、なんかあんまり、あ、これ美味しいのかとか思って。ね、美味しいって言ってるやつ頭おかしいんじゃないかと思って。いや、それは言い過ぎです。美味しいか。あんまり好みじゃなかったっすよね。ね、みんなさ結構好きみたいな、あと照り焼き好きみたいな人多いけど、あ、はいはいはい、照り焼きはうまいけどね。照り焼きは美味しいっすね。美味しい。最近ダブルチーズバーガー多いっすね俺。あー、わかる。うまいよね。ダブルチーズバーガーか照り焼きらへんすかね。俺照り焼きさ多分200個ぐらい食ってマジ嫌いになったよね。食いすぎ嫌いになった。ほんまに食えんくなって。あれ食いすぎよくない？ダブチも食いすぎよくないよ。マジですか？本当に嫌いになる。俺も食べれるものが減ってく。いや食べれるものが減ってて、ラストビッグマックなんじゃないですか。ビッグマック食べてる人はもう全部通過してるみたいな。そういうことね。でも確かにその頃には好きかもね。なんかさ最近あったさ、はいはい、嬉しいことみたいなある？最近あった嬉しいことですか？うんうん、あ、そう、俺本当に2日3日前ぐらいまで東京行ってたんですけど。あ、そうなんだ、はい、もう帰りの新幹線っていうか、うん、乗り換えがめちゃくちゃむずい場所で、はいはいはい、JR しかないと思ってたんですけど、うんうん、なんか会社が違うから改札出てもう一回入んないといけないみたいな。そうそうなの、ダンジョンだよね。待って待って、あれ避難しない避難しない、やばい。戦車で被弾なんかもうダメだよ絶対。絶対ダメ。戦車で絶対ダメ。やばい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 、マジで。あ、あれ使う？俺あれあるよ。これ飛ぶやつある。あ、いいっすよいいっすよ。飛べた？飛べました飛べました。オッケー。あ、それでどうなったの？新幹線で。それで駅改札出て乗り換えようと思ったら、うん、改札出たとこがもう室内でみたいな。はいはいはい。なんかどっかのショッピングモールみたいなところに繋がってる場所で。あー、あるね。それでもう意味わかんなくなって、非常階段みたいなとこ使って1階まで降りてたら、はいはいはい、外に警備員みたいな人がいて、うんうんうん、めっちゃ親切に教えてくれたんですよね。はいはいはい。すいません、どこどこ駅からまるまる行きたいんですけど、どこ行けばいいですかねって言ったら、あ、それなんかここ登って右行ったらこう突き当たりにあるよみたいな、めっちゃ親切に教えてくれて。はいはい。はいはい、それが嬉しかったことですかね。かわいいな。なんだそのエピソード。ほどほどするじゃねえか。俺でもめっちゃすげえよ最近。何ですか？めちゃくちゃいいことあって、はい、これびっくりするかもしれないんだけど、はいはいはい、自販機でジュース買ったらなんか当たって、はいはいはい、一番高いモンスターもらった。いやめっちゃしょうもねえ。待って、出した。やばい、助けて。シェイクキュー。許せねえ。許せねえぞ。待って、また戦車ある。やばいやばい、待って戦車ある。後ろ戦車、戦車来てる。やばい、車が来てます。普通のやばい。あ、やばい、詰めてきそう。あ、いたいたいた。あれだ、ここにいる。36。何す？被弾してないよね。被弾してないっす。オッケー。あー、やばい、ごめん。オッケーオッケーっす。被弾させちゃったよ、どうしよう。大丈夫っす、なんとか。ごめん、生きてさえいれば。ありがとう。そう、こんな可愛い子。ふふふ、やばい、資材落としますよ。やばい、資材俺ないわ、最悪。おはよう、生活習慣紙になりました。やべえ、うっそ。うわー、もう花粉でもう口しか呼吸できないよこれ。うっそ、こんな可愛い子。いやー、どんまいだなこれ。いや、どんまいっすね。一旦一回戻るか。いや、戻りますか。いや、でもさ、俺も歌ってみたとかやってみたいんだよね。なんかあれあれやってませんでした？あの灰色ダオ。あ、そう、ちょうど見ましたよ今日。あ、マジ？ありがとう、見てくれた。どうだった？普通にめっちゃ良かったっす。ありがとう、しんくんに言われるのが一番嬉しいわ。そういえば俺言ってなかったんだけど、はい、実は今年21歳です。ええ、若っ。いやでも普通に俺あれやと思ってました。何？23とか、あ、4とかぐらいなんかなと思ってました。そう、ヒカキンさんと喋ったってやばい、ほんと。え、あれですか、あのゲーミーズカップの時ですか？あ、そうそうそう、あれ俺もいたんですけど、エグかったっす。エグかったよね。エグかったっす、マジでね。はい、ということでね、はい、シークくん、はい、今回の企画は何だったでしょうか？今回の企画は、はい、自分のスキンをめっちゃ可愛い子にしたら、おい、まあ負けないんじゃないかみたいな、あ、今日いけちゃうんじゃないかっていう企画でしたね。ブー、違います。え、今回の企画は、はい、なんとシンクくんがツイートしてた内容を喋ってました俺。え、しかも全部言いました、10個。え。気づかんかった？え、全然気づかなかったっす。マジ何も一個も？え、マジ一個も気づかなかったっす。やった。これ成功かもしれん。うわ、ほんとだ、ポイント全部取ったかも。うわ、ほんとだすぎる。え、今思い返してさ、なんかない？歌ってみた、やってみたいなが俺のツイートなのが分かるぐらいですね。それねじ込みすぎたけど、ちょっともう。え、あ、ビッグマック食べたけどあんま好きじゃなかったって俺のやつ読んだからか。そうそうそう、そういうことか。え、あと何思いつくのある？ビッグマック歌ってみた。え、
いや全然、あ、今年21歳ですとか。あ、正解。それはもうそれぐらいしか分からんす。俺全然21じゃないからバレっかなと思ったけど驚かれた。そうなのかなって。これね実は10個あって、はいはい、1レベは GG。 あこれツイートしてたんよね。で俺がロケットランチャー取った時に強すぎって言ってんの。あ強すぎ WW って。でその次にチーズって美味しいよねだからこんな共感することばっかだったのか。そう俺のツイートだからで嬉しいこと聞いたやん俺、はいはい、自販機でジュース買ったらなんか当たって一番高いモンスターもらった。いやそれそうだ俺だ俺も最近あったんだよなって思ってました。そうそうそうであと死んでわざと死んでこうやられて、はい、起きた時におはよう生活習慣神になりましたって言おうとしたの。マジですか。そうで超ねじ込みで花粉でもう口しか呼吸できないって言ってその後多分わちゃわちゃしてる時その後気づかなかったでレベル10がヒカキンさんと喋ったってやばいです。ああそう俺喋ってないっす。そういうことか。いや俺もアマルさんいたかなって思ったけどいないんよ俺。だからいなかったからバレっかなと思ったけどえいましたって言ったらめっちゃ失礼だなと思って確かに。はい、ということでね、シンク君にツイートの内容を言っても全くバレないというね、はい、検証結果になりました。もう1ミリも気づかんかった